はい、イエーイ。なんかこんな4時とかにやるのは久しぶりです。こんばんは、こんばんは、こんにちは。でも気持ち的にはまだこんにちはかな。こんにちはイエーイ、やってみました。そうなんです、ちょっとできるって思ってそう、しかもさ、今日はひななちゃんの卒業公演が行われるということで、で日曜日なので5時半からだから、早いから私も早めにやってみた嬉しい、早めなのに来てくれてありがとうございます。こんばんは。今日は何してましたか皆さん。私は早めに、私はあの朝に自ら予定を入れることで早起きせざるを得なくして、一日を有意義に過ごせたんじゃないかなって思います。でも、あ、今日の出来事といえば、あのね、雨が降ってたんですよ。そう、今も降ってるけど、雨が降ってて、え、皆さんところ降ってないかな。雨がすごい降ってて、でも雨降るのっていうか、私が家を出た瞬間に降り出したんです。雨がポチ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 って、そうね、そう、寒いね、雨、あ、降ってる、よかった。そう、それで、あーって思って、いつもなら折りたたみ傘を入れてるんです、常に、あ、カバーの中に。だけどこないだ雨の時があって、その時使っちゃったから、なんか干してたんですよ。だから持ってなくて、傘ないぞってなって、でもちょうど私傘が全部壊れてて、なんかあの閉じない傘しかなかったので、なんと今日傘を買いました。イエーイ、楽しいそう、傘ついに、本当にずっと何年もだと思います、何年も傘なかったんですよ。あの壊れた傘でずっと過ごしてて、そう、家にね3本ぐらいあるんですけど、傘が全部壊れてて、こうカチャってならないっていうか、こう紐締めないと閉まんないので、結構迷惑ですね。そう、はい、もう可愛い傘を買えたのでよかったって、なんか結構ルンルンでだから帰ってきました。嬉しい、やっと買いました。そうなの、全部壊れてるけどさ、でも雨の日になっていつも思い出すんだ、あ、そうだ、傘壊れてるんだった、それまでは思い出さないね。え、傘かわいいの買いました、やったー。そう、壊れてても使えるんですけど、閉じるときに閉じれないだけね。えー、心の傘、トトロみたいなこと言いますね。誕生日おめでとう、ありがとうございます。これ仕様だからね。そうだ、今年はなんとお誕生日当日に公演があります。初めてかも、 AKB 人生で。そう、あ外れちゃった方がいた。結構みんな当たった気がしたんですけど、涙。でも予定があっていけないよっていう方も結構何人かコメントとかで見たので、なんてこったって思うんですけど、でもそ、なんかこの日に僕隊があるんですけど、やりますかみたいな言われて迷ったんですよ。いつも3月にやってるからって思ったけど、まあ先延ばしにする理由もないかなって思って、そう、
そうなんだ、もっと早くし、え、そうだよね、わかります。私もでもみんなと、みんなの半日前ぐらいに知ったので、そう、ごめんね、匂わせとか、私ももっと早く知ってたらもっとプンプンさせてたんですけど、そのみんなと本当にほぼ同時に知ったので申し訳ない。もう最近は本当に直前に決まるんですよ、公演が。そう、みんなバタバタしてて、そうなんですね。ね、でもさ、その16期とユイリーさん、ユイリーと16期なんですけど、なんかそう、それが結構みんな倍率が上がっちゃうのかなって思ったけど、みんな見たいからね、わかんないけど、でもめっちゃ楽しみです。16期、ユイリーは同期ではないけど16期だと思ってるので、そう、16期です、ユイリーは。お願いします、できるだけ多くの方が来れますように、お願いね。そうなんですよね、ギリギリでなってしまって、でもすごくなんかこう史上最楽しみですうん、一番楽しみ。うん、イエーイね。もういっぱい、もし当たった方がいたら特大コールをお願いします、みんなにね、みんなに。嬉しいあ、あと個人的にっていうか、ここだけの話なんですけど、その今年の2月28日は水曜日なんですよ。で、私が生まれたのも水曜日なんです。そう、だからすごい日ですそう、水曜日なんですよ。なんかね、お台場かなんかにあるお菓子横丁みたいなのがどっかにあるんですよ、お台場のなんか建物の中のどっかに。そこの中にある新聞印刷機みたいなのがあって、日にちを入れるとその昔の新聞、当時の新聞を印刷してくれる、その日何があったかとか印刷してくれるのがあって、それを前やったら、そう、2001年2月28日でやったら水曜日って出てきた。はい、だから水曜日だと思って、はいそうなのね。あ、1/7、あ、そうなんだ、7、え、そんなに来るの、ん、7分の1っていうのはえ、7年に1回来る、わー、わかんないけど、天文学的ななんだっけ隕石の確率のなんかあるよね。出会いだと思う、ありえないってありえないってのやつ。そう、そんなのあるんですよ、どっか、東京タワーにもあった気がする、東京タワーの中、うん、東京タワーの中でさ、波動できるんですよね、やってみてね。え、1週間は7日だから、でも毎年さ、来年は木曜日ってわけではないよね、わからない。ね、隕石の確率大好きだから、いつかやってみたいなって思いますうん、シアターの女神大好き
いろんな公園あるけど、あんまりその正規のっていうか公園をあんまりやったことがないかも。結構オリジナル公園みたいなのが多くてね、今まで、あ、なんかそうそうだ、あれ劇場公演500回出ましたってこれを話したっけわかんない、話したか。それで公演出たんですけど、500回出たんですけど、そのそうなんか振り分けみたいな書いてくれてる人がいて、オリジナル AKB の公演だったら出たことあるのは、夢を死なせるわけにいかないと、鉄縄 SK さんですもんね。とサムネイルもなんかさま、なんか違う、特別公演って感じ、サムネイルは。と夢しなぐらい、そう考えたら、そうかも。あと僕隊あ、だからひまわり組制覇、イエーイ。そう、僕隊はでもさ、あ、パジャドラ、確かにパジャドラ、確かに、そうアルバム曲だから、パジャドラだ。そう考えるとやっぱり違う、なんか違いますよね。劇場公演のそもともとあるやつと、その特別に作られたやつ、どっちがいいとかじゃないけど、なんか雰囲気が違う、なんとなく。え、パジャドラ大好き大好きです。パーティー公演じゃないの、あれ実は。そうないのよ。なんか16期が一番最初にやってたパーティーって始まる公演があるんですけど、それは16期研究生公演っていうなんか名前があんまりない公演で、その一番最初に16期生がコンサートをやらせてもらったんですけど、その時のコンサートがなんか AKB が最初の頃にやったコンサートをそのまんまやったみたいな、セットリストそのまんまやったもので、そのコンサートをさらに公演バージョンにしてちょっとギュッてしたのが16期研究生公演で、パーティーって始まるやつ。そうなのね、レッツゴーとかね。そう、僕夏はゆきりんさんプロデュース、ゆきりんさんプロデュース、あとアイドル修行中もゆきりんさんプロデュースだから、ゆきりんさんプロデュース公演2つとも出てるのが嬉しいです。ねえ、レッツゴー研究生公演は最強の公演ですそう、あのさ、レッツゴーあったら体力乗り切れる自信ありますか？8人だったらきついかも16人だったらまあ、でも結構厳しいと思います。1回ならいけるけど、なんかやっぱり22歳なんですけど、今22歳ぐらいから体力が違うなって感じるんです、20歳とかの時と。そう、いや21歳ぐらいから結構全然辛いとかじゃないんですけど、まだでもなんか何かが違うぞっていうこの違和感はある。そうで、8人公演になると歌割りとか多くなるじゃないですか、1人とかのやつ。
だからそう考えたらやばいかもしれないけど、でも気力が私にはあるので体力は知らないけど、体力はまあ年を取るにつれてさこうなっていくのかもしれないけど、気力はずっとあるから絶対できる絶対できるぞ。こんにちは。確かにユニット2つやんなきゃいけないんだ。何やるんだ。そしたら2つねえ、そうだよね。そう、そのさ、ユイリー公園の今やってるユイリー公園カッコ仮まだ名前が、そう、名前が皆さんから募集中ということで、みんな考えようね。ね、私も応募しようかなって思ってるけど、まだ期限大丈夫なのか。そう、それがさ、すごいんだよ。みんなもう見ましたか？セットリストとか、ユイリーの、なんか、ゲネプロで語った言葉みたいなやつ。見ましたか？そう、私も本人から聞いたわけじゃなくて人づてに聞いたんですけど、その物語にみたいになってるんですよ、公演、一個の公演で。それがすごいって思って。そう、なんか恋愛がテーマみたいな感じでって言ってましたね。ねえ、運命の歌公演。ああ、そう、メンバーとね話してたのは、オリンか、オリンと話してたのは、いや、これ歌詞から取るんじゃないみたいな、ありがち、よくあるね。まあ、僕の夏が始まる公演もボニッシュ最後の曲の歌詞から取ったりとか、まあ、AKB でよくあるパターンなんですけど、で、じゃあどの歌詞になるんだっていうことをオリンと話してて、めっちゃ、うわ、これじゃないっていうの結構いっぱいあったけど、え、言っていいのかな、なんか変な影響を与えないかな、大丈夫。そう、この歌詞ねっていうのが結構ある。え、皆さん応募した人いるのかな、応募した人いたら手挙げてください。どうや、なんて検索すればいいの？ユイリー公園。わあ。AKB の公式ツイッターで言ってましたよね。AKB 三条公園。え、わかります。ね、とかさ、AKB 三条で言ったらさ、AKB じゃ、なんだっけ、我らが、違う、なんだっけさ、我らが AKB 公演みたいなとか。え、200件くらい覚えてる、すごえ、職人いた、すごい。 AKB30 の歌詞だろうなって。え、本当に。あとさ、え、ちょっと待って、今歌詞見るからね。え、あと、あ、 AKB 三条でふんふんって、あれ、歌詞ない、我らが AKB じゃ、あ、言ってたのは、オリンと言ってたのは、よっしゃ行くぞ、我らが AKB 公演。ありそうありそうじゃないですか、これ。なんか、アンナさん公演みたいな、やばいよ、ついてこれんなか公演みたいな感じ。とか、あと、ハッピーエンドで、いい恋できますように公演とか。
でもそれはちょっと違うかもしれないみたいなのがあったりとかね。え、ちょっとそれ送ってみようかな。送っとこう。今音がすごい、なんかよく言われます。なんでだろう。おーい、なんでだろう。いつもアップデートしてないからかな。アップデート今度してみます。すみません、ちょっと今から送ってみます。待って、ちゃんと歌詞調べよう。 AKB 参上歌詞。すみません、生きてくことに向いてなくて退屈だった公園最悪。エモーション思い出せ公園。うわ、これいいかも。待って、ちょっと待って。まず、あと未来を切り開けもあるんですけど、未来を切り開け公演もいいなって話してたけど、でも研究生公演のタイトルと似ちゃうよねって。よっしゃ、我らが AKB、 我らが AKB 公演。え、これさ、複数回答 OK って書いてあるんですけど、だから一気に複数打って送った方がいいか。か、走り続けろ我らが AKB 公演。うわー、いいかも。走り続けろびっくりマーク、我らが AKB 公演。いいね。え、そうだよね。ロマンスいるよ公園え、ロマンスいる、いいの、いるんでロマンスいるよ公園、どうぞ。ロマンスいらね伏線回収早くない面白いけど。え、あの夢を取り戻せ公園取り戻せ、あ、でもちょっとネガティブかな。まあ一応置くとこ。うまく短縮できる名前、あー確かにそれは言えてます。今の時代略すことが命ですから。エモーション思い出せ公演も置くとこ。エモ確かに。思い出せ、え、エモーション思い出せ公演、エモーモ公演。え、 AKB 参上はこれぐらいかな言いづらいね。エモー公演、あ、略しやすいのポイント。あ、すごい、みんな言ってる。ねえ、そうね、誰が決めるんだろうね。まあでもいろんな、一人じゃないとは思います。いろんな人が見て、あ、これみたいな感じで頂上決戦になっていくんじゃないかなって思うんですけど。恋沙公園、どういうこと。恋沙え、じゃあとりあえず AKB 参上ブロックで一回送信します。よし、もう一回送るぞ。あとは、運命の歌もいいですよね。あー、恋愛サーカスね。確かに確かに、わかる。あとさ、オネストマンがオープニング4曲目なんですよ。で、なんか公演においてオープニング4曲目って結構なんか重要視されてるイメージがあって、
そう、こんにちは。耳の穴をかっぽじって聞け公園。なんだろう、世界で一番好きな公園。2月きらたどえ振られたって、本当の気持ちを任したくはないんだ。好きだと言いたいことは言わせてくれ公園。言いたいことは言わせてくれ、世界で一番、世界で一番好きだ公園書いとこ。セカ好き、セカ好き。こんなに大きな青空、大の字に猫を叫ぶ、君が欲しい、何などもさ。難しいですね。世界で一番好きだぐらいしかないね。オネストマン、オネスティー公園、スカスキ公園ね、いいね、かわいい。あとは歌詞で言ったら、そう、ハッピーエンドとかもね話してたんですよね、オリンとね。ハッピーエンドと AKB 歌詞全部検索、検索します。ハッピーエンドは夢が覚めた後で、言葉や嘘のその全て。難しい。こんにちは。ハッピーエンドかわいいよね、いい曲。え？こんにちは。メール楽しみにしてます、ありがとうございます、送ります。こんにちは。あ、やばい。ちょっとオフにします。はい、ありがとうございます。もう一回ぐらい来そうなんですけど、その時は、あ、また来たぞ。小さいけど、ちょっと一応ね、
ただいまね、僕にできることいいですよね。世界を一つの家族にしようぜ。僕にできることの明日生まれてくる子供へのところの振り付けのおりんが好きですぜひ見てください。なんかお腹さする振り、子供だからなんかこう妊婦さんみたいな振りなんですけどそれがめっちゃおりんだっけ、今もやってるかわかんないけど、レッスンの時はすごいなんか本当に大事そうに触っててそれがすごくいいなって思ったので見てほしい、勝手にそう、面白いよね。僕にできることもいいですよね。水も緑も、話し合おうぜ公園。ウォー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 公園ウォー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 公園。世界次の時代、あとね、君だけがあきめいていたが、私恥ずかしながら初めて聞いたんですけど、この公演を通してすごくいい曲でした。大好きになった。君だけが決めていた二人の季節、切ない風がなぜか吹いている。で発見したんですけど、これもおりんの方が先に発見してたけど、私も発見したんですけど、これさ、そばかすのキスの続きですよね。みんな知ってた？絶対そう。そばかすのキスの歌詞、みんな知ってたのかな？これ有名？まずそばかすのキスは、ライフセーバー、ライフセーバーの、あれ音が分からなくなっちゃう。ライフセーバーのあの人と出会った頃の渚って、ライフセーバーのあの人と、ね、出会ったんです、夏にね。で、夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるように、見つめ合ってごく自然に唇から、で夏に夏のキスキャーってなって、それをこう、夏の恋は続かないでいつか先輩から聞かされた、夏の恋は続かないで否定していたけど本当もね、この海にはもう来ないわ、あの人がいないなら日に焼けることもない。あー、そっか、そう、冬の歌なんですよね。あれ、どこで冬って分かんなきゃ、冬の歌なんだよね。雨冬の海はん？静かすぎるね。
寄せる、あ、寄せる波、あ、そっかそっか、まあ、冬の海にいる時にあの夏のことを思い出してライフセーバーのあの人とあんなことがあったなって、でも続かないって本当だったな、ひと夏の恋みたいな曲と私は解釈して、でもそこ考えたらちょっと違うかも。で、君だけがわきめいていたは夏のなんだっけ、夏の休みに何があったの、恋をしたのか、もう僕がしてる君じゃないみたい。で、ここにもライフセーバーが出てくるので、あ、そう、どこか違うね、髪を切ったの、綺麗になった小麦色のはずが、今年は日焼けしてない、小麦色も出てくるし、え、ちょっと待って、で、僕は今年もライフセーバーやってたんだって、僕は今年もライフセーバー、あの渚で待ってたのに、夏は空振り、わかった、全部読みますね、ちょっと待って。君だけがあきめいていたを全部読むね。そばかすのキスはまあだいたい知ってるとして、皆さんバスターミナル、人混みの中君を見かけた、グレーのカーディガン、大人っぽく見えるね、夏の休みに何があったの、恋をしたのか、もう僕が知ってるいつもの君じゃないみたい。微笑みながらそばに来るけど、一方的な恋、どんな顔して話せばいいか、半袖シャツまだ着ている僕は戸惑う、君だけが決めていた二人の季節、切ない風がなぜか吹いている、言葉では言い表せない心の空は、太陽がよそよそしくなる9月の終わり、どこか違うね、髪を切ったの、綺麗になった小麦色のはずが、今年は日焼けしてない、相変わらずね、君に言われて意味を考えたよ、今年、僕は今年もライフセーバー、あの渚で待ってたのに、夏は空振り、君だけが決めていた、時は過ぎていく、くるりと背中向けて手を振った、そう、僕は来年もきっと同じ場所からなんとなく好きでいるだろう、取り残されて、で、まあ、あと繰り返し、だからちょっと待って、僕は今年もライフセーバーだから、ライフセーバーですよね、この人で、あの渚で待ってたのに夏だから、そばかすのキスは冬になって、あ、わかったまずそばかすのキスで夏に、夏のキスはってキャーってライフセーバーの人と、あの人と出会った、この渚、いちごミルクのかき氷溶けるまで話したねってなるんですけど、結局続かなかった夏の恋はっていうことを冬に思い出してるんですね、この人は。で、次の夏、次の年の夏に、あ、夏というか9月だ、これは秋だから、秋に、あれ、ライフセーバーが今年も来ると思ってたのに、違う、来ないんかいみたいななんか、あ、だから女の人はもう吹っ切れたんだ、そういうこと、そういうことか、わかった、だから気づいてないんだよ、女の人かどうかわかんないけど、そのそばかすのキスの方の主人公の子は、夏が終わって、あ、もう続かなかったな、多分振られちゃったのかな、で振られちゃった、で冬になって
悲しいなって、でも私は後悔してないわ、今も胸にしまって私は次に進むわって言って、もう次に進んでるんですけど、このライフセーバーさんは自分から振ったのに、また夏になったら思い出しちゃったのかな、で置いてかれちゃってるみたいな感じかと、個人的な意見ですけど、皆さんの意見もね、これめっちゃ楽しい演奏で、この歌めちゃくちゃいい曲、君だけが好き、なんか切ない、めちゃくちゃ切なくていい曲なので、すごく好きになりました。そうで、これをね、私がそのこのレッスン、これのレッスンをした時にこの曲が好きになって、で次のレッスン、次の日もレッスンがあって、次の日のレッスン行き道でこれをもう好きになっちゃったから、ずっと聴きながら来て、え待って、これライフセーバーじゃん、わっ、そばかすのキスの続きじゃんって思って、レッスン場着いた瞬間に誰かにシェアしたくて、16期がいたから、聞いてみんな、これそばかすのキスの続きだよって言ったら、ウリンが、えそれ私が気づいたんだよって言われて、えそうなのってなりました。そう、わかる、運命の歌もいいですよね。運命の歌はトムさんがセンターの、もともとね、曲でカップリングの歌なんですけど、わかります、いい曲ねえ、寂しい夜には埋められない時間が余る、歌が歌えた。個人的にこの歌のお気に入りポイントは、なんかサビの落ちサビ、大サビで、なんかすごいずっと同じ音程で歌うところが面白くて好きです。疑っちゃこのまま疑っのところが、そのままの音程なんだっていうのが意外で面白いです。こんにちはね、忘れてた、タイトル考えてたんだ。あ、わかった。歌が歌えたらそれでいい公演。歌が歌えたらそれでいい。他に欲しいものは何もない。心の感情をありのまま聞いてくれる人へ届けたいだけだよ。聞いてくれる人へ届けたいだけだよ、公演。うん、長い？ちょっとさっきから。歌が歌えたらそれでいい公演、いいかも。あ、ああ白紙になっちゃった。世界で一番好きだ公演と、歌が歌えたらそれでいい公演。こんにちは、こんにちは、ちょっと長い、略して歌うた公演、歌それ歌い歌い歌公演世界の彼方まで愛を込める公演、え、めちゃくちゃいいです。それ応募してください、ぜひご自身で盗作になっちゃうから、めっちゃいいですよそれ。世界の、何ですかそれ、あ、運命の歌だ。世界の彼方まで愛を込める公演、え、超いい、なんか SKE さんみたい、SKE さんの公演みたい、
確かにね。ね、全部略すもんね、今って。応募した。すごい、いいな。絶対それだよ。ちょっとりあえずこれで応募。それぐらいそれぐらいかな。ダウンタウンホテルも初めて聞いたんですけど、すごくいいですよね、雰囲気が。ダウンタウンホテル100号室はいつまでそこにいるのよ公園。メルトンハー、愛なんか信用してないよ、愛なんか信用してないよ公園。くぶーしびれるね。でも絶対違いますよね、このあのすごくいい曲ですけど、公園の看板になる曲ではない、あの悪い意味じゃなくて。歌詞から引用なしのも考えて、はい、すいません。もうでもこれぐらいかな、もう歌詞からは引用し尽くしたかもしれないです。歌詞から引用しないバージョン？なんだろう、難しいねそれって。ここで歌ってるよ公園、めっちゃいいですそれ。何？何の歌詞？ここで間違いなくここにいるよじゃない、何？いいね。なんだろうな、歌詞から考えなかったら、ちょっとじっくり考えないと。そうだな、 AK そこに未来はある公園ですよね、研究生公園。ここに今がある公園めっちゃ良くないですか。ちょっと対抗しすぎ。そういや別に対抗してるわけじゃないんですけど、研究生から考えたバージョン。でも研究生も一緒にレッスンしたり、あのそうしてたりしてなかったりしたけど、してたので、ちょっとだからいつか出る、みんな出る公演なんじゃないかなと思うんですけど、ここに今がある公演、ここに、そこ、なんだっけ、そこに、そこみら、君の嘘を知っていた声すごいなんかすいませんってなるね。こんにちは、歌い続けよう公演、 AKB 箱推し公演、チーム AKB 公演、チーム AKB、 新公演待ってます、公演めっちゃいいそれ、面白いすごくメッセージ性があります、なんか待ってるんだなって、すごい公演のタイトルにするほど待ってるんだってわかるけどなんだろうね、前さあのコンサートのタイトルをメンバーから募集みたいなのがあって、その時もいっぱいバーって考えたんですけどね、その時に考えたのがね、なんかあったんですよ、
そう、サブタイトルみたいな、コンサート。なんだろう、今2月ですよね。もう延期しません公演。2月だから、そこに春はある公演、やっぱ AKB しか公演やっぱ AKB、 やっぱ AKB しか公演。もうすぐ春が来る公園。あ、AKB 参上。AKB 再登場。AKB、ここが。ここが、ここから始めよう公演。ただいま恋愛中。AKB、 楽しすぎる公演シンプルに。まだまだ続くよ AKB 公演。あ、いいね。もうすぐ20周年公演。ここが AKB、 あー、いいか。もうすぐ20周、確かにもうすぐ20周。今から AKB 行こう。みんなで、そんな感じかなそんな感じかな。言い訳メイビーコーン。あ、そう、投票曲もあるんですよね。楽しすぎる、AKB って、AKB ってやっぱいいよね公演16色公演。おお、色、あ、いろいろ公演、16期っぽい。また君と会えたね公演なんか歌詞にありそう。また会おうね公園。おかえり公園。パリ AKB が大好きだ公園。難しいね。何が採用されるんだろうな。いやー、もうちょっと。でもとりあえず何個でも送っていいから、ボン、バン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 送りましょう。でも見る人も大変だろうから、
もう変なのは良くないけど、なんかなんだろう、なんかなんだろうねでも思いついたらすぐ送ろう。みんなまたここで会えたね公園、ああ素敵、それいいね、見る人大変そう。という感じで皆さんもいっぱい考えて送ってみてください。期間は、あ2月28日いっぱいということで、私のお誕生日までです。はい、よろしくお願いしますね。えいっぱい出た。でもそうだな、もうちょっと考えます。私もということでですね、なんか話すことあったかなと、なんだろう、確かになんで29じゃないんだろう絶対28までだと思ってるね、2月。うん、そんな感じでございます。はい、あ、今日はねインスタグラムあげましたよ。何これ、そうにインスタグラムを更新して、ストーリーで長野旅のことをいろいろ更新し始めた、再開したので、よかったら見てください。よろしくお願いします。はーい、あとは特にないかな。じゃあ終わります。そう、今日は5時半からひななちゃんの卒業公演があるので、皆さんね、寂しすぎるっていう、こう実感が湧かないですけど、よろしくお願いします。なんかずっと喋ってられますね夕方だし、はいねえ、ひななちゃん、もう絶対嘘ですよね夢だこれは。ねえ、ひななちゃんが残してくれた僕の太陽公園で、そう、僕のあのひななちゃんが立ち位置表とか、僕の太陽公園やりたいですって言ってやってくれなかったら、この素敵な公演と私は出会えなかったので、すごく感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。昨日のオンデマンドコメント、あ、昨日じゃない、一昨日のオンデマンドコメントのお昼のおまけコメント、ひななちゃんと撮ったので、ぜひ見てくださいね。あっという間に、そう、本当にまだ30分ぐらいの気持ち。ということで、そうなんですよ、頑張ります。夜ご飯クイズで、夜ご飯がね、わかんないんですあ、でもこのボールペンだけ見てほしい。あのドボンライブで三宝石さん、なんかレッドゲームスさんが三宝石さんなんですかね、でその三宝石さんのグッズをね、いろいろいただいたんですけど、なんかこの子初めて見たんですけど、なんかお尻が出てて、でこのお尻だけこうやって立体的になってて、しかもこのお尻の触り心地がもう衝撃的、ちょっとやばいです結構やばいです。この触り心地が結構好きで、あのテレ東さんの最近聞いたよねのご褒美企画で、 YouTube にその美尻トレーニングの企画が上がってるんですけど、その時の美尻トレーナーの先生、お尻をね触らせていただいたんですけど、その先生のお尻の触り心地とちょっと似てる
くらいいいお尻してますこの子。なのでです。はい。以上、新入りのクロスケ新入りボールペンの紹介でした。なんか本当に何だろう、柔らかいというかふわふわしてです。じゃあランキング読みたいと思います。第13位の方から、キョロタンさんありがとうございます。まこっちゃんありがとうございます。なーにゃかみおしさんありがとうございます。やまさんありがとうございます。パチジャンさんありがとうございます。やまちゃんさんありがとうございます。マイケル・ジョーダンさんありがとうございます。ユピシさんありがとうございます。ハッシーさんありがとうございます。オリンゴさんありがとうございます。ヨシノリさんありがとうございます。アリさん、アリちゃんありがとうございます。第1位はスピーナさんありがとうございます。イエーイということで、あ、そうだ、あのドボンライブ終わってから初めての配信、そうだ、ドボンライブありがとうございましたなんですけど、そのドボンライブの配信が3月10日に TBS チャンネル1さん、スカパーですかね、でなんかスマホスカパー出たテレビのあのこういうのつけなきゃいけないのかなとか思うと思うんですけど、スマホとかパソコンでも見れるみたいなので、ぜひ3月10日見てほしいなって思います。それが終わったら感想とか話そうかなって個人的には思ってます。はいね、めっちゃ楽しかったです。はい、ということで、なんだ、終わりです。自己紹介をして終わりにしたいと思います。絶対見ます、ありがとう。録画、え、録画できるの、スカパ、そのテレビ入ってる人だけかな、録画したい私に。まあいいや、じゃあ行きますよ。あなたの視線と私の視線をクロース。はーちゃんことクロスはるかでした。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、この後も良い日曜日を。バイバーイ、ありがとう、楽しかった、またね。